ジェラルド・ジェームズ・バトラーは、スコットランド生まれの俳優、ジム弁護士。愛称はジェリー。ファーストネームは、ジェラルドではなく、ジェラルドなので、ジェラード・バトラーの表記が、原音に近い。スコットランド・グラス号にて、父、エドワード・バトラーと、母、マーガレット・ハントンの間に、三人兄弟の、末っ子として生まれる。曽祖,祖父は、アイルランド人。生後6ヶ月で、カナダ・モントリオールに、 家族で移住するが、バトラーが2歳の時に両親が離婚したため、母とスコットランドに戻り、母の故郷であるペイズリーで育つ。22歳の時に、父親がガンで高い。グラスゴー大学で法律を学び、最優秀の成績で卒業。エリザベス女王のマネージメントを扱う弁護士事務所に就職した。アルコール依存症になるほど苦悩したが、事務所の同僚に、 もっとやりたいことがあるんだろうと言われ、俳優を志すことを決意した。弁護士としてのキャリアを失い、金銭面で苦しくなったこともあったが、俳優として新たに踏み出せたことに決して後悔は、しなかったという。ロンドンのコーヒーショップで、スティーブン・バーコフと偶然出会い、バーコフの次回作、コリオレイナスの舞台に立つチャンスを得る。コリオレイナスや、舞台版、トレイン・スポッティングの出演を経て、 1997年にクイーン・ビクトリア史上の恋で映画デビュー。その後20作程度の映画に出演し、評価が高まった末に、ジョエル・シュマッカー監督のアンドリュー・ロイド・ウェーバー版、オペラ座の怪人において主役ファントム役を射止めた。これは演技に加え最大の魅力であるウェーバーの音楽を高度な歌唱力で歌い上げなければならないという、大変難しい役であった。 それ以前は学生時代ロックバンドでボーカルを務める程度の経験はあったものの正式なレッスンを受けたことはなく不安はあったが2003年1月から2004年6月まで1日に数時間の特訓によりこの大役を務め上げその名を世界的に知らしめることとなった2011年第61回ベルリン国際映画祭にてアクション俳優としても精力的に活動している 2007年公開の300、300では主役のスパルタ王レオニダス一戦役に抜擢された。撮影開始3ヶ月前より、トレーナーの下で1日4時間の訓練をし、役作りのトレーニングを積み、彫刻のような肉体を得た。バトラー自身は、僕を本当の王と思って欲しかったから、誰よりも厳しい訓練を積んだと語っている。ニューヨークに新居を購入したが、 以前活動の拠点は、ロンドンに置いている。好きな音楽は、ファットボーイスリムや、コールドプレイ。スコティッシュプレミアリーグのセルティック FC のサポーターで、あり、王様のブランチのインタビューで、中村俊介は僕らの英雄だよと語っている。自らを ADHD であると語っている。手紙がモチーフとなっている、ディアフランキーのキャンペーンで来日した際。 赤坂郵便局で1日局長を務めた。ありがとうございます。